皆さんこんにちは。国際公共政策研究科と法学部の授業を担当する星野です。本日は新しく開講する授業 ESG インテグレーションの理論と実践についてご紹介いたします。ESG、 皆さんは聞いたことがありますか？エンバイロンメントの E、 ソサエティの S、 そしてガバナンスの G、 企業がビジネス展開をするときにどうしたら経済的なリターンを最大化しつつ同時に環境や社会の課題解決を実現するか、このパズルを考えるときのキーワードが ESG です。国連で合意された持続可能な開発目標 SDGs ですが、この達成に向けて企業が活動するときのキーワード、これも ESG です。例えば気候変動への配慮や ジェンダーや人権労働問題への対応、さらに経営の透明性や企業統治の在り方の改善などです。そういつつも ESG をめぐるさまざまな制度はまだ形成途上です。多くの企業の取り組みも未だ手探りの部分が見られます。ですがそれだからこそ新しいアイデアや提案が見られるとてもダイナミックな分野になっています。私は2017年から20年までの3年間外務省に出向して、ニューヨークの国連日本政府代表部の大使として SDGs の達成に向けた外交に関わっていたのですが、そこで最も印象的だったことの一つは、政府や市民社会の役割とともに企業が推進する科学技術イノベーション、それが果たす役割がとても大きいということでした。より良い未来を作るために企業は何をしたら良いのか、それを一言で言うと ESG を適切に実践することになります。この ESG インテグレーションの理論と実践という授業は、ESG に取り組む企業は何をして、そうした企業に投資する私たちは何ができるのか、これを国際比較をしながら学びます。そのために講師にはロンドンと東京と大阪を結んでビジネスの最前線、そして公共政策立案の最前線で活躍する方々にご協力をいただけることになりました。皆さんが将来官民どのようなキャリアを目指すにしても絶対に知っておかなければならない SDGs と ESG、 これをこの授業では、徹底的に学びます。他ではなかなか、受講できない科目ですので、ぜひ振るってご参加ください。星野俊哉でした。